こんにちは。こんにちは。ファッキンオーサムヘルマットマリアマで、マリアマでございますと。はい。引き続き石井くんと動画を撮っております。今日はね、ナンバーガールの最高の一枚を決めようと思います。議論です。議論です、ね。はい。ナンバーガールのコピーパンとかやってたもんね。やってた。昔ね。友達ね、一緒に、うん、演奏したこともあったね。うん、ね。友達の文化祭でやって、文化祭ぶっ壊すっていう。ね。あれ楽しかったね。ね、道場破りみたいな。あれひどかったね。あれひどかったね。ヤオンも行ったか。ヤオンも行きましたね。外までね。復活した時にね。我々世代からすると、こう、バンドを始めた時にもう、ナンバーガールはいなかった世代だから、うんうんうん、こう復活して、それがこう、音漏れだけでも聴けるっていうのはすごく感慨深かった。ね、なんか現実と思えなかったよね。ね、うん。いろんな人いたし、知り合い。ね、うん、軽く同窓会みたいなってたね。ライジング帰ってその足で行ったんだ。そうそうそう。で俺入れないのに妹は中で見てるっていう、ね、あ謎の一番悔しいやつだね。そう、超悔しいマジで。逆噴射、逆噴射見にどこまで行ったっけ。西香川です。香川香川、東京在住の人が香川まで追っかけた。どうだった見てみて。ちょうどコロナの前、うん、ああ本当に前の前でギリギリで、で香川初めて行って、フェストハレっていうちょっと高松の、香川高松の中でもちょっと大規模なホールみたいな、キャパが500、600、700ぐらいのちょっとフラットな箱で見たんだけど、こう人がもうめちゃくちゃぎゅうぎゅうだったから前の方全然見えなくて、でもこう音だけめっちゃ感じるみたいな。でやっぱりこう遠い高松の人もこう同じ音楽を聴いて過ごしたんだなっていうのが分かるようなこう光景が繰り広げられてたから、すごく感慨深いものがあったかな。ギンギンだったね。ギンギンなんだね。そんな感じの、思い出具合です。そうや、石井くんと知り合ったきっかけがそもそもナンバーガール。そうだね。そう、高2、高2、高2ね。あの友達がライブハウス出てて見に行ったら、サスユやってる人がいると。ギンギンの、髪の毛もギンギンだった。ギンギンだった。しかも3人でやるっていう、ね。ああね、無茶してたね。無茶してた。懐かしいね。それで知り合った、話した感じだもんね。そっからの。そうだね、終演後に声かけてもらって、うん、逆にこう、今度自分たちもライブするから来てよっていうことで、それでそこに遊びに行って仲良くなった。うんうんうん。そうだそうだ。完全にきっかけですよ、きっかけ。ナンバーガールのおかげです、今。きっかけ。完全に。すごい。おかげです。マジですごい。企画説明します。はい。ナンバーガールがリリースしている、音源、アルバム、シングル、ライブ音源、何でもありで、最高だと思うものをぶつけ合うというものでございます。はい、先行後行。どうしようか。どうする？せーので言ってみる。あ、せーので言う。うん。わかりました。せーの。鉄風鋭くなって。お、鉄風ですか。札幌です。ああ。俺から行こうか。いや、ベスト版でしょ。札幌。そうね。うん。完全に熱量と。うん。MC も全部やってるし。うん。ロストエイジのあの動画の時に言ったんだけど、この汗の匂いとか、なんかそういうものがもう全部入ってると。確かに。いう気がしてます。MC でこう、クーラス、タバコの匂いとかも含めてね。あるあるある。セットリストも、ベスト版よりベスト版級なセトリと流れと MC のあの雰囲気作りね、うん、そうだね。札幌の偉人的なやつ、ああれもね、熱い熱いね。バンド名羅列するあれも熱いし、あの冒頭のあのナンバーガールと橋康のあの下り、下りね日常をやる前、あれでも繋がってるか。うん、だなんだ、ヤングガールじゃない。あ、ヤングガールだっけ。見るか見るか。そうだね、 MC も含めてっていう。 MC だ、ヤングガールからつながりだ。うんうん、うん、ビールを飲んどったなんちゃらみたいなくだりだ、だと思う。確か普通に話さない MC がすげえ衝撃だった、まず。ああ、基本的にその曲振りの MC でしかないっていう雰囲気作りの。だからまともに話すのがだから日常の後、うん、だけだもんね、ほぼね。自力でやってきたのくだりね。うんうんうん、うん、スタジオ版だとできないつながり方しか。ああ、そうだね。いや、感じ。まあ、なんといってもヤングガールからの4曲か。うん、怒涛の4曲。てかもう最後まで、ね、こっから1枚出してもいいぐらいの
怒涛の流れというところかな。好きなの思い出が最後じゃないっていうね。あイギーポップではあるっていうのもまたいい。そうだね、うん、円環構造みたいになってるみたいな、最初に戻るみたいなねのがいいなと。なるほど、思ってます。僕もすごい迷ってて、うん、ベストに入れるとしたら札幌は最後まで候補に残ってて、うん、で僕は札幌好きなところは、うん、あの音源だったら違う人が弾いてるやつを違う人が弾くっていう。ああはいはいはい、イギーポップの最後のソロをこう田淵久子に譲るところもすごい好きだし、うん、思い出インマイヘッドのノイズ部分がなぜか長いっていうそれをこう意図してやろうっていう風にしたのか、最後だからこうアドリブでこうそうなったのかは分かんないけど、うん、そういうなんか粋な部分があって、うん、すごいいい音源だなって思ってる、うん、ソロは直前でアドリブで言ってるじゃない多分ね。イギーポップ映像を見るとこう、うん、指さすような動作してるから、その後のチューニング が若干外れちゃってるのも含めて、はいはい、アドリブっぽいかな。うん、再結成した後のライブ見ると田淵さんが弾いてるんだよね、うん、あもうそうなってる再結成後のライブ。あ、マジか。そうなってた僕は、札幌思い出インマイヘッド状態でございますと。はい、はい、石井君のターンです。はい、僕が一番かなと思うのは鉄風鋭くなってのシングル、ね、シングルですね。うん、なぜこれが一番かっていうと、うん、殺風景が5月に出たんですよ。うん、で5月に出てわずか半年後の11月にこれだけクオリティが高いシングルを出せるか普通みたいなどうしてもこうプレイヤー目線で聞いちゃう部分があって、うん、でプレイヤー目線で考えた時にこの1枚ってすごいエポックメイキングな1枚なんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。うんうんうん、こうなんか3曲入ってるんですけど、うんうんうん、まあ、まずは皆さんご存知大名曲テップテップするのがあって、はい、でまあ印象的なベースリフから始まりでこうアルペジオが重なってって、で和物のこう上物が重なってってっていう構造になってると思うんですけど、すごいはこれはもうなんかその殺風景からナムヘビに至るまでの一番いいところをこうギュッとしたみたいな感じになってるじゃないですか。変換期というかその感じはなんかわかるな、このカップリングの曲を見ると、うん、確かに、うん、あとこう今まで俺をさえ中心だったのが鉄風鋭くなってのコードって結構パワーコードにプラス解放みたいなちょっとメジャーっぽい響きが加わってるところがあって、殺風景以前にはちょっとあまり見られなかったような、うん、逆に言うとこう初期と中後期の融合がこううまく果たされている、うんうんうん、めちゃくちゃ完成度が高い表題曲がありながら破壊力抜群のカップリング2曲、うん、チューズデイガールとイナザーチェンス、はい、すごいねこれね。これすごいよね。これすごいね。これすごいよね。今見るとね。だいぶゴリゴリな。ゴリゴリな。すごいなこれ。へえ。チューズデイガールは、はい、うん、あの爽やかな演奏に入ってる、はいはいはい、ライブ版がまあテイクとしては一番好きなんですけど、うん、この曲も結構ナンバガの中ではちょっと面白い曲なんじゃないかなと思ってて、うん、いわゆる俺押さえってこう5種6種ぐらいある中で、ちょっとディスコードしたような不協和音が入る。曲って実は少ないんですよ。ゼゲンバーサスアンダーカバーのデデデの部分とかあとはこうアブストラクトトゥルースとかの返しの部分とかでたまに入っては来てるんだけど、うん、外しのディスコードしたコードをダダダっていう風に演奏する曲が結構少なくて、それをこうドア玉に入れ込んでくる攻めみたいなのが、うん、中期のいいところと後期に向かっていくところの融合が果たされてるのかな。確かにね、まさかシングルで来るとは思わなかったでしょ、うん、完全に思わなかった。こうなんか、うん、音源としての完成度の高さみたいな、はい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 、100%100%100% みたいなで、イナザーチェーンソーはソロ曲じゃないけど確実にこうテクでやりに行くみたいななんかこのイナザーチェーンソーをこう皮切りにというか、うん、イナザーチェーンソー以降にこうメンバーの名前が冠された
曲が結構出てくる。そうか、こっからか。だからそういう点ではこう、今までバンドとしてこう混然一体で演奏するっていうのを結構コンセプトにしてきたバンドかなっていう中で、こう個人のテクをこう押し出していくっていうのは結構初めての試みだったんじゃないかなと思ってて、完成度バリ高の3曲が入ってるこのシングルが個人的にはベストかな。うんうんうん、ありがとうございます。さあ、こっからどっちが最高なのかという、すごい目からすごい鱗だった、はい、正直ベストよりベストな札幌でしょうと、あいう気持ちはありますよ。まだ聞いたことないとか、聞いて日が浅くてって人に勧めるんだったら、まあ、もちろん札幌に全然部があると思うんだけど、はいはい、我々みたいにこう高校生の頃からナンバーガール好きで、ナンバーガールに関するこう掘るこう余地はもうないんじゃないかっていうふうに思ってる人こそこのシングルのヤバさをちょっと再確認してほしいみたいな。いやそうなんだよね、殺風景から半年でこれが、いやそれすごいよ、出せるかっていう話。それすごいすごいね。しかもメジャー30位、メジャーじゃねえや、オリコンか、うん、チャート2位してんのこれ、わけわかんない、わかんないこれね。ちなみに、あ、20位ですよ、うん、売上的にもこっちの方がいいと、まあ、まあ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 ですよ。暴論で返してたよ。いやでも3曲しか入ってないから、いっぱい21曲も入ってるから。なるほどね、うん、いやでも7倍ですよ。あれですよ、こう僕が申し上げたいのはこう、いかに精度が高い、こう完成度が高いものしかこう入れ込まない作品の良さみたいな、密度的な話、密度的な話。まあね、まあそれで、まあ、スカスカなわけじゃないか、密度的には。まあ最高、なんだろう、風速というか、うん、エスプレッソって感じだよね、こっちはなんかね。ああ、そうだね、ギュッてなってる感じ、ギュッとしてる感じ、うん、こっちはなんかフルコースだよね。そうだね、フルコースも、しかもそのなんだろうね、なんかもったりしたフルコースだよね、結構なんかラーメンのフルコースみたいな。あフレンチとかじゃなくて、サラダ出てきて、あそうだ、ね、チャーシュー丼出てきて、ラーメン出てくるみたいな、ラーメン博物館全店制覇みたいな、あそれが近い、それが近い。あと純粋にこの時の音がすごいいいんですよ、うん、アルバムの音とはちょっとまた違った感じがして、うんうん、なんか言うなればアルバムの方がちょっと音が厚いというか、あちょっと立体的になってるんだけど、こう鉄風鋭くなってに関して言うと、若干こういい意味でのこうチープさみたいな、特にチューズデイガールとかは顕著だと思うけど、うん、あとはこう田淵久子の一種完成したショートディレイの音作り、はいはい、うん、それはすごい薄美だと、うん、これは日本で撮ってるからかな、あそれはあるかもしれない、うん、殺風景は一応デブフリート、デブフリートなのか、そっから3枚か、うんうん、まあ、それで言うとあれじゃないですか、うん、結論うん、全部優勝、全部優勝。あの暴論だった、二問二問ね。すげえ、なんかめっちゃ YouTuber っぽいね、今日ね。確かに YouTube っぽい感じで始まって終わったな、なんか全部優勝です、全部優勝です、はい、はい、全部聞いてください、全部聞きましょう、うん、オリジナルだったらスクールガール、うん、ディストーショナルアディクト、あーいいアルバムですね、完璧、いいアルバムですこれすげえな、やっぱ全部 PV やんじゃねえかぐらいの感じちゃうやっぱりこう、うん、原点にして最高峰みたいな、はいはい、全てが詰まってるじゃないけど、うん、詞の良さ、メロの良さ、うん、ギターの良さ、はいはい、あとはこう後期ではこうやらなくなるようなプレーも含めて、うん、そうだね、キャッチーだよね、うん、なかなかね、8ビーターのあの録音の感じもいいよね、あうーんってあのベースの中で人に弾いてるとこから始まる、で裏でこうあー夏は暑いグレーントレインってやつね、あとこう逸話も含めてね、こう東京のスタジオで透明少女撮ったけど、うん、あんまりこう出来に納得できなくて、うん、やっぱりこう福岡戻って撮ってっていう、しかも斉藤さんを連れてっていうこのアルバムですいいなすごいなって思うのはこう結構なんかこのアルバムはこの季節のイメージとかってないですか、はあはあ、ある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 よね、うん、なんかこのアルバムこう春夏秋冬全部ハマるみたいな、あいつ聴いてもいいみたいな、なんか自分の中で殺風景とかは、
こうちょっと秋冬みたいな感じがあって、ナムヘビーメタリックはまあ夏みたいな、うん、でこう春寄りではこうあるけど割とこう全期間聴けるみたいな、うん、でも日常とかちょっと冬っぽいの、街灯とか言ってた。あ、そうだね、タッチ、裸足、桜のダンス、この辺は春っぽいもんね。確かに、で夏は暑いっつって終わると。これ99年、99年、えぐいね。90年代にこの音鳴ってんの、日本で。なんかこう、世紀末に出たアルバムってのがいいよね。はいはいはい、確かに世紀末感ある、世紀末感あるよね。今考えてみると、うん、この時代のこう世相みたいなのをうまく落とし込んだような気もする、うん、オウムの後で地震もあって、で、こう、失われた10年真っ只中で、うんうんうん、で、ノストラダムスがあって、はいはいはい、ちょっとカルト的な雰囲気もまだ残ってて、うんうんうん、で、これがなんか00年代とか初頭になってくると、そういう空気感よりこう、きっとええみたいな、うんうん、ちょっとこう、絶望になれましたみたいな、あ、はいはい、諦めのこう、感じが出てくるようなイメージが、はい、冷たくなっていく感じがするな、うんうん、そういう点も含めて、うん、すごいアルバムだなと。意外だね、このアルバム言うの意外だな。サプケだと思ったでしょ。そうこうつつけがたいけどね。まあね、いやこれやっぱ今見ても意味わからんねこれね。だって4枚しか出してないでしょもうここに置いちゃうけど、オリジナルだね。もう俺でもナムヘビーかな、一番聞いたの。ああ、でも1曲目のもうド頭の衝撃とか、気をつけーっつって、あれはすごいよ、ね、うん、あれはすごい。僕、うん、これ聞いたの高校2年生の時で、うん、先輩に最初にスクールガールと殺風景を貸してもらって、うん、こう、まあ、良さに気づくまでちょっと時間はかかったけど、うん、あ、最終的にあ、クソかっけーってなって、うん、でその先輩にもう一つあるんですよね、3枚目も借りていいですかって言って貸してもらって、うん、あ、いいよって借りて、うん、でCD プレイを再生するわけじゃないですか、うん、で、最初あれじゃないですか借りるやつ間違えたかな何、あのなんかリバーブ感がいいんだよ なんかマイクから遠い感じがなんか気持ちいいんだよな。で、その後ひさこのギンギンのギターが聞こえてくると、今思い返してみると、うん、なんか結果的にこの、うん、ナムヘビで一旦歴史を下ろすわけじゃないですか、うん、仮にこう歴史が続くとしたら、なんかこう変化仕掛けみたいな、進化途中みたいなイメージが、うん、ね、なんか他にはない音と、雰囲気と、うん、っていう感じはするかな、まあ、ドラムの音がおかしいもんな。確かになんか割れすぎ、金属音まあデイブ・フリットマンといえばあの感じだけど、うん、フレーミングもバキバキだもんね、音ね。演奏面のこと言っていい？うん、演奏面どうぞ。確かこのアルバムから本格的にドロップ D が使われ始めてる、あーはいですよね、きっと。犬死にもそうだし、うん、マンガシックもそうだし、そうだね、うん、なんかそれの効果もあって6弦の感じが、今まで張り詰めてた感じがちょっとルーズな感じになるというか、重いというかドローンとした感じが加わり始めてるのかなっていう。あれ、I don't know はこれの前だっけ？I don't know はこれの前かな。さすがに前か、ほぼ同時期だ、うん、I don't know もドロップ D、ドロップ D だもんね、うん、だこの時期ぐらいからこうバンドの中でドロップ D でこう曲を作るみたいなのが始まってきたような、うん、うんうん、でもなんかドロップ D の概念ちょっと覆った気がするんだな、これ聞いて。ああ確かに、もうなんかもっとヘビーでもっと歪んでて速いみたいな、うんうん、ノリからがなんかこうメタリックな感じでも、で和物っぽい感じでも合うっていう、うん、刻むためのドロップ D じゃなくてこう、うん、なんか叩きつけるためのドロップ D みたいな。 あと今回の企画、うん、映像作品もありだったら、うん、爽やかな演奏もすごく最後に入れた、はい、あれもベスト版ですよ。あれやばいよね、あれやばいですよ。あのなんなの、あの独特な照明だよね、ここが煽りの照明しかないっていう、ね、照明と空気感と、うん、あとあれ確か抽選でこう選ばれた観客が入ってるはずなんだけど、うん、はいはい、この観客のこうプロさみたいな確かに飛んでる、お姉さんがずっと飛んでるやつね。ね、ミニグラマーの前のちょっと、うん、ウェーイみたいな、あーあったね、声も含めて
桜かみたいなドキュメント系の映像がすげえいい気がするんだよね、ナンバが。これに入ってるさ、US ドキュメント、むちゃくちゃ面白くて、あれね、うん、なんか VHS っぽい質感がいいのかもしれない。うん、90年代、2000年代、その怪しい雰囲気と怪しい照明と、あの嘘みたいなテロップとあと嘘みたいな音質ね、音質、それがすげえちょうどマッチして、大日本フィルム、え、なんて、なんだっけ、な、なんだっけ、どうでしたね、あ、新日本現代映画か、新日本現代映画、これもなんかあのフォントと雰囲気にすげえハマってる感じがしたよ、ね、爽やかな演奏、トランポリンガールがいた。あ、演奏と演奏の間になんか謎のこう語りとかが入ってる、ね、あ、そうだっけ、なんかこう、うん、学校の階段みたいな、あー、あったあった、語りが入って、あ、それも結構シュールで、あ、なんか変な映像入ってたな、なんかシュールのちょっと怖いコントみたいな、あ、そう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 、これは、みたいなあったあった爽やかな演奏もおすすめだそうです。そういう感じで終わっていいのかな終わっていいんじゃない、いっか、コメント、高評価、チャンネル登録いただければお願いしますじゃあ、あの、うん、締めの挨拶を、はい、ナンバーガール風にコマネチ、また明日、はい。